山下正樹は、日本の政治家。山梨県笛吹市長。元山梨県議会議員。山梨県東八代郡伊沢町4日、市場出身。伊沢町立尺河南小学校。伊沢町立尺和中学校。山梨県立伊沢高等学校卒業。1989年3月、拓殖大学生形学部政治学科卒業。同年4月、 富士急行に就職。1993年7月、衆議院議員の堀内光雄の公設秘書となる。2003年4月の山梨県議会議員選挙に、東八代郡選挙区から無所属で出馬し初当選。2004年10月12日、東八代郡伊沢町、三坂町、市宮町、八代町、境川村。 東山梨郡春日井町の五条市村が合併して、笛吹市が発足。2007年の県議選は自由民主党公認で再選、計4期務める。県議時代は、党県連の政務調査会長を務めた。2016年7月末、それぞれ、笛吹市長選挙出馬を目論んでいた山下と、元市長の小木野正直の会見が、笛吹市内で持たれた。 二人は共に旧伊沢地区を地盤に持ち、2012年の市長選で山下は参戦を狙う小木野を支援したという経緯があった。両者の対立を避けるために設けられた会見であったが、決裂。同年8月19日、山下は次期笛吹市長選挙へ出馬する意向を正式に表明した。また、表明に先立ち県議会議長に議員辞職願いを 自民党県連へ離党届を提出した。同年10月23日、市長選執行。元市長の小木野正奈を現職市長の倉島政治ら3候補を破り、初当選を果たした。11月14日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数58,230人、最終投票率。 62.79%2020 年10月25日の市長選挙で再選。ありがとうございます。